逃げたところで何になるというのだ。これは貴様が望んだ終局なのだ。私が望んだ？嘘！こんなの望んでない！望むわけない！貴様は私の大事な部下の命を奪ったのだ。その代償を払ってもらったに過ぎぬ。だが心配するな。彼らの肉体はじきに消滅する。いや、すでに終わったか。これ以上の殺戮は許さない。彼女をおとなしく解放してもらおうか。殺戮だと？貴様は私を殺戮者と呼ぶのか。いや、その手は私以上に血にまみれていよう。今までどれだけの命を奪ってきた。自分の殺戮を棚に上げ他者を罵るのか。貴様は目的の達成のためなら他人の死を厭わぬ男。貴様、バルマムッサの虐殺を本当の意味で自分の責とは思っておらぬ。そうであろう。オクシオーヌよ、貴様は私とあの男のどちらを選ぶ？あやつはゴリアテの虐殺王と呼ばれる男。この村を焼き払ったガルガスタンとも手を結ぶ男だ。バスク村で死んだ者たちの仇を討ちたいのであれば、あやつも貴様にとっては仇同然。それでも虐殺王の庇護を受けようというのかな？それなら答えは一つだよ。あなたを倒し彼らも倒す。ただそれだけ。そうか。ならばその命をもらい受けるとしよう。
仇を撃てそうもない。また救うことができなかった。僕はなんて非力なんだ。
この私がやられるのか。この神殿の秘密にすら触れていないのに。